はい、こんにちは。今日はですね、このようなイベントに出ております。土曜日、ちょっと日差しは強いですけれどもね、ガーデンビュー成田オーガニックマーケット開催ということで、ちょっと我が百姓農園もですね呼ばれましたということで、ちょっと会場の中の様子をですねご覧いただきましょうということで、さっき社長さんともお話したんですけどもね、ヤワトホームさんという方が、大きな会社みたいですね。すごく立派なこの敷地でですね、ここで第1回目のオーガニックのイベントを開いたみたいですね。で、このようにですね、オーガニック関係の千葉北総の関係のオーガニックガーデンの、オーガニックの関係のところが皆さん何年か出展されております。皆さんこの暑い最中、野菜をですねたくさんたくさん、てか皆さんあれですね、僕も百姓の一人なんですけども、なかなかこんな感じでですね、で私のブースがですね一番左にありまして、今私が撮影してる間に一番左で売っとるんですけども、こんな感じですね。珍しいということで、あ、いらっしゃいませ、どうぞ、お客さんが今来てる状況ですね。こんな感じで僕のブースになります。今相方が一生懸命売り込んでるんですけどもこんな感じですね。久々のイベントということでね、今回出させてもらったんですけども、まあ今後でもですね、こうしたイベントがあればどんどん出ていきたいと思います。まあ暑くてですね、夜8時までの営業なんですけども、このお野菜、売ればいいかなと思います。じゃあそんなわけで、あ、今売れた瞬間ですね。あ、よかったよかった。どうもありがとうございます。ではそんな、反則活動をしている百姓農園のそんな一日でした。それではまた。